映画のことをクソ映画とかバカ映画っていうのはカズくだだいい、はいえー、んが最近のディズニー作品では「リトル・マーメイド」で黒人がアリエルの役をやったり「バズ・ライト・イヤー」で LGBT 表現をしたりといわゆるポリコレに配慮した作品が多く出回っていると思います。 ああ、リトル・マーメイドで、でそうですね。黒人のがアリエルの役をやったんですね「バズ・ライト・イヤー」では確かにあのバズの親友っぽかった女の人が同じ女の人と結婚して子供を作るというような話子供を作るというか、まあ、養子を迎えたのかなそういう,ような話だったと思います。それらの作品が面白ければ全く問題ありませんが私の場合違和感が邪魔をしてクソつまんないんです。あ なるほど。というのも私は5歳の頃から男性が好きであ男性30代なのにね5歳の頃から男性が好きでそれをひたすら隠して生きてきましたでも私はそれでいいと思ってますむしろ今の世の中の自分の性癖を大っぴらにアピールしたり社会的マイノリティに寄り添うことを強要する社会はそれらをコンテンツとして消費しているようで気持ちが悪くて仕方がありません。 そんなポリコレクソ映画やマイノリティバカ映画は、今後も増え続けるのでしょうか岡田先生は、そんな映画作品を率直にどう思いますかお答えいただけると幸いです。カズくんも30代男性ですね。うーん、カズくんさんか。えー、カズくんがあの、まあ、自分自身がゲイなわけですね。でゲイだけど、それを隠すっていうのは隠すというのは個人の判断であって、ある種 うん趣味だというふうに言われても仕方ないと思うんですけどね。えー、主張というか、えー、自分の趣味に合わない世間を嫌うとかそういう世間はクソだっていう権利はあるんですよ。だから自分にとってクソだからっていうのはわかるんですけども、<laughs> あのそういう映画はクソ映画っていうのは違うと思うんですけどね。あの俺はそういうのを隠すのが美学だと思う。なのに世間はそれは。 オープンにしろだとアピールにするだとマイノリティ問題にもっと寄り添えと主張するだとっていうふうに言う気持ちはわかるけどそれはねここで書かれてるディズニー作品ではということなんで巨大資本が作るビッグバジェット映画っていうのは ポリコレにに配慮するのは、もう当たり前になってきてきません。だってビッグバジェットなんだからできるだけたくさんの人に見てほしいわけだしできるだけたくさんの人に見てほしくてポリコレにこだわったとしても例えばもう中国では公開できませんとかアラブ諸国では公開できませんっていうのがもう当たり前のようにニュースに流れてくるんだからそうなると予算かけた大予算かけた当てるしかない映画っていうのはますますいろんなところに気を使うしかできなくなるのが当たり前だと思うんですけどもだからあのカズくんはあのもっとパーソナルな の規模でで制作できる、例えばパーソナルの規模で作れて配布できる小説なんかのメディアを楽しめばいいと思うんですけどねビッグバジェットの映画にそういう文句つけて、えー、その映画のことをね自分はそういうふうに感じたんじゃなくて映画のことをクソ映画とかバカ映画っていうのはカズくんがクソでバカに見えるだけだからやめた方がいいと思います。はい な,なんでこうまあ理想型なんですかねこういう師匠になるのは <laughs> すいません気持ちはわかるんですけどももし近くにいたら僕はカズ君と相当距離をとってあの知らない人のふりをすると思いますのでこの辺は覚えておいてください。 えー、スノー・ココアさんとても興味深く拝見しましたありがとうございます岡田さんのおっしゃる通りホワイトが日本だけということはありませんむしろ日本は他の先進国に比べてポリティカリー・コレクトに関しては10年ぐらい遅れてる印象ですとはいえ海外のポリティカリー・コレクトなどもなかなかどうして表面的かつ矛盾だらけの癖者なのですが。 まあそうですね、ポリティカルイコレ、ポリ、まあ日本ではポリコレって言われてるやつなんですけれども、それもですね、一つの指標があったり指針があったりするんではなくて、いわゆる大騒ぎしている大衆たちの不動票みたいなもの、不動票というか、声がネットで拾われるようになってきて、それが炎上することによって、なんだろうな、いろんな問題が次から次へと新しいものが出てくるというやつですから、 もちろんどれに関してもですね一つの真面目なですねガイドラインみたいのがあるわけじゃないんですね全部ブームに流されて流されてなんですけどもまあ対極的な見方を言えば今後50年ぐらいは僕らの社会は豊かな社会であって人口はある程度、まあ、100億か110億ぐらいで止まるとは思うんですけどもこの人口を抱えてそしてネットはひたすら発達し言語の壁はなくなって 結局、誰かが言い出したことのブームとかですね、もしくはなんかバッシングとかをひたすら続けるだけの状況になると思うんですよ。これはもう当たり前でですね、地球という環境がある程度、住める土地というのは限界がある有限の社会であって、そこで人口の増加っていうのがある段階で止まっている、いわゆる閉鎖社会。 閉鎖系だからですねで閉鎖系に多数の人間を閉じ込めるとそれはお互いを監視して罰する社会になるのは決まってるんですよ。それまでそれをこれまでの時代ではそれがある時代の国レベルだったのがとうとう地球全体が飽和状態に達しましたというこれだと思うのでですねこれをもう本当に抜ける方法っていうのは突如の 災害とかですね、戦争とか何かわかんないですけども人口が半分分とか3分のにになななるるような事態になれば、全部状況変わるんですね。もしくは変な言い方ですけど宇宙人がいきなりやってきてワープ工法みたいなものがまあ無料で提供されて地球人類がよその星へ行くというふうになれば急にその閉塞系か閉鎖系から解放系に変わるんで全部変わってくると思うんですけども。 まあそれがない限りはこのですねホワイト化というのは避けられないいわゆる歴史的必然な感じがしますね数年後に訪れるであろうホワイト社会ですねホワイト革命というのがまあ 僕の予言ということになるでしょうかね。占いでも何でもないんですけれども、普通に考えりゃそうでしょうって話なんですよね。一番最初に僕がですね、本を書いたのが、1995年にですね、僕たちの洗脳社会という本を書いたんですけども、ここでですね、基本的にあの30年間、向こう30年間のですね、未来予想というのはだいたい書き切ってるんですね。でこれが1995年だから2025年まで有効な 予測だだと思ってください。これをですね2010年ぐらいに書き直したのが評価経済社会といなのでこの「僕たちの洗脳社会」と「評価経済社会」で,で,社会社会で岡田斗司夫のです、ね、未来予想というのはほぼまあ大体書いてるんですけどもですねただ2025年から先どういう風になるのかっていうので、まあ、今日話してみようと思ったのがですね「コロナ戦争とホワイト革命」。 ですね、2020年からですね2025年ですね今から多分3年間ぐらいで誰の目にもはっきり変化がわかるようになると思います。えー、これはですねあの僕は第3次世界大戦と呼んでるんですけども、まあ、別名コロナ戦争ですね戦後社会の変化がここから3年間で現れてくる。 というです、ね、話を、まあ、今日します、まああの。ホワイト社会自体の成立完成は、ですね2030年から2040年ぐらいだと思うんですね。だから、まあ、皆さんがまだまだ生きている間の話だと思います。じゃあ、最初からいきましょうか。まず、この30年で、ですね、えー、日本は本当にきれいに、そして清潔になったというところから始まります。まあ、この部分ですね。今からこの部分の解説します。 えまず、屋台がなくなりつつあるというです、ね、す。ごい地味な話話から話しますあの、ね、吉祥寺も、ね、56年ぐらいままであの駅のです、ね、南口とかです、ね、あと淀橋前にです、ね、屋台のおでん屋さんがあったんですけどももうなくなっちゃいましたね外で飲む人がいなくなったというかコロナの前からです、ね、屋台のおでん屋さんというのはみんな行かなくなってきたんですよね。で屋台からです、ね、立ち飲みというふうに社会変化が行われてたと。 もともと安く飲めるところということで屋台というのがあったんですけどもそれがですね立ち飲みみたいなところに場所が移動してきたこの10年ぐらいそうですよねで吉祥寺はその他にあの屋台のラーメン屋さんとかおでん屋さんもですねそれなりにあったんですけどもですねこの10年ぐらいでゼロになったんですよで皆さんの町でもそうだと思いますまだあるところもあるんですよだから全部なくなったとは言いませんまだあるところもあるんですでも、神社の みんな初詣に行った時に見たと思うんですけども僕が小学校中学校の時に家の近所のです、ね、大阪の若松神社っていうとこもそうですしあとたまに住吉大社っていうすごいでかい神社に行くともう本当に無限にどこまでも続く屋台があったんですけどもうなくなってしまってですねどんどん少なくなっているんですね。で 屋台ってね、そういうです、ね、普通にあったものが日本からほとんど、まあ、特殊な場所観光地とかを除いて消えつつあるとそれは何でかっていうと清潔さですね。清潔さというものが必須要素でありですねその生活の中のまず大前提として僕らの中に入ってきているからだと思いますそれはね僕ら受け取り側ですか食べる側の変化でもあるんですよ。あの汚くてて美味しい店ってですね。 もうみんななな期待していいじゃないですか。そういう店があるということとかそういうふうな店を探すっていうのって中年男性以上の楽しみになっててですねでそれももうほとんどなくなっていると美味しい店は当たり前だけど、綺麗にすするんですよね。味と見た目をです、ね、みんなイコールで考えるようになってくるとだから食べるものの写真を撮るようになっちゃったんですよね。 あの食べログのせいというのもあるんですけども何よりもおいしい店っていうのはみんな行ったら写真を撮ってその写真をアップするのでお店の側も分かってきてちゃんと写真撮られるような前提の盛り付けであったり色味であったりするようになってきてるんですねでそうじゃない店っていうのはどん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 淘汰されてきてると。 具体的に言うとですね「餃子の王将」っていう日本中で展開してるです、ね、中華料理チェーンあるじゃないですかあれあの僕高校とか大学の時に大体の皿はどっか欠けてたんですよね大体の皿欠けてたんですけど最近の餃子の王将ですね皿が欠けてないんですよねあのコップが薄汚れてないんですよねそれは昔から実はそうだったんじゃなくて30年前はまだなんだろうな薄汚い食器っていうのはギリ OK というか。 まあ、この店ぐらいだったら OK だろうというのがあったんですけども多分どん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 それが NG 出るようになってきてる駄になってきてるわけですね。コンビニのおにぎりの話もですねまあこの中でしてるんですけどもコンビニのおにぎりの話ですね。コンビニのおにぎりって昔もっと批判されてたんですよ20年ぐらい前から出てきたんですけどなんで,でかっていうと手で握ったおにぎりの方が心がこもってるしおいしいというふうに 行っっって、みんんんな食べたたででですすけどもです、ね、この20年ぐらいで意識変わっちゃったんですよね。お笑いタレントの有吉弘之さんが誰が握ったかおにぎりなんか食べたくないしそれよりは工場で作られているおにぎりの方が安心して食べられるっていうふうに言っててそれ言ってたのが6年7年ぐらい前かな56年7年ぐらい前だと思うんですけどそれ行った時は最初それを聞いていたマツコ・デラックスとか笑ってたんですけどももうそれが常識になっちゃってる それがなんかその極端な話すると10年ぐらい前だったらそれは極論として聞かれたのが今だったらニュートラルな意見に聞こえちゃうわけですねかつてはまあ笑い話だったんですけど今や日本人のコンセンサスですね全体のですね常識みたいなものに近づいていると誰が握ったのかわかんないおにぎりより工場で安全に作ってくれるおにぎりの方が安心して美味しい気がすると。だからまだまだあの 職人が握った寿司は僕ら大丈夫な気がしているんですけどもさてそれもどうなるのかちょっとわかんないとまずそのあと10年は大丈夫でしょうけどちょっと10年後は僕はわかんないと正直思ってますね。日本人はどんどんこのように清潔に慣れてですねより清潔を求めるようになってくるとなので男性がヘアセットするのは当たり前になっているというかまあ中学高校ぐらいから男子は朝 髪の毛を整えるのがもう当たり前です。こんなこと言わなくても当たり前かもわかんないんですけども、今の50代60代のおじさん世代は誰もそんなことやってなかったと思うんですね。それが当たり前になってきてるし、女子が脱毛するのも当たり前になってきてる。これもですね、どん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 その当たり前くすんでると。いや、それは当たり前じゃないぞっていう人はまだいます。そこはだから地域とか、あとその人が所属している文化圏とかいろんなもので違うんで、今日の話難しいのは。 一般的な話をしようとしているんですけど、その人が所属しているクラスターによっても違う。と。例えば、女子の脱毛が当たり前になってきているというのは、僕は、比較的都市部の男にある程度モテというのを考えている人というふうに定義しています。女子っていうのは、そういう言葉だと思ってるから。なので、そういう人の間では、ほぼほぼ脱毛っていうのが当たり前か、 ややなななきゃいけないいけけんんだけど、ってないんですよ。みんなやってるみたいですけどちょっと私は抵抗があってぐらいの意識になってるというふうな意味で使ってます2007年に僕が書いたあの「いつまでもデブと思うなよ」という本なんですけどもこれはあのダイエット本だというふうに思われてるんですけども確かにあの後半ダイエット本なんですけども僕が書くときにですね一番根性を込めて書いて自分でも面白いなと思ったのはですね冒頭のですね4分の1ぐらいなんですね。 えー、なんで、えー、痩せた方がいいのかっていうのをいいのかっていうのはね徹底的に得なのかっていうのを書いてるんですね。なんで痩せた方が得なのかっていうのをですね、冒頭四分の一ぐらいずっと書いてるんですけども、そこのですね社会論が僕は一番面白いと思ってます。見た目市場主義社会っていうふうに書いてます。見た目市場主義社会ですね。それはですね、まずは日本では漫画やアニメから始まったんですけどもですね、どういうことかというと。 銀河鉄道スリーナインっていうですね作品があって原作の松本零士の漫画版ではですね鉄郎は主人公の鉄郎はですね背が低くて結構なんかこうジャガイモみたいな顔してチンチクリンなんですよところが劇場版のアニメになっていったらそれはもう銀河鉄道スリーナインの劇場版さらば銀河鉄道スリーナインの第二作の劇場版というふうにですねどん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 ,どん鉄郎がイケメン化していくんですよねこれなんでかっていうと 別にあの簡単な理由があってですね、漫画よりアニメの方がメジャー層を相手にしているからなんですね。メジャー層を相手にしているから当たり前だけど主人公をできるだけ美形にしなければいけないと。これはエンターテインメント業界ではもう本当に当たり前のことなんですよ。見た目で僕らはですね、極自然に判断するようになっているんですよね。 でそのことを疑う人がいたらです、ねえー、YouTube で,です、ね、1960年代の歌謡番組と現在の歌番組を比較してみてくださいそしたら1960年代の歌番組に出てるです、ね、お兄さんお姉さんおじさんおばさん方は皆さんびっくりするぐらいブサイクですブサイクって言い方変なんですけども別に美しくないです。 ところが現在の歌番組に出てくるですね、お兄ちゃんお姉ちゃんおじさんおばさんたちはですね、びっくりするぐらい綺麗なんですね。それは別に日本人がこの三十年間四十年間まあ千九百六十年代だから五十年間か五十年間でですね、綺麗になったわけでも何でもないんですね。ただテレビに映る人っていうのはこれぐらい綺麗でなければいけないっていうのがどん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 上がってきていると。で、歌とか芸能の世界というのはそうじゃないっていうふうに。 思われてたのがどん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 だからあの1960年代70年代のアイドルって悪口だったんですよ。これもねあのその時代を経験してないとなかなか感覚つかみにくいと思うんですけど、1960年代70年代にアイドルというのは悪口で、つまり見た目しかない人のことを指したんですね。見た目がいいだけの男とか女が一生懸命歌うのがアイドルソングであったと。ところが現在違うんですね。まず見た目がいい人が集められて。 その中で才能を伸ばして出てくるから今テレビとかに出てきてですね歌を歌ってる人のほぼ全員が岡崎体育を別にしてです、ね、岡崎体育とどうどの辺だなんかあっこの辺のもう本当に稀な一軍がいるんですか。岡崎体育ですらダイエットしたんですけどもですね稀な一軍以外はですねほとんど小綺麗な綺麗なですね等しくこう出なくなってきてるんですね。だから。 まず漫画版ではですねそこそこ不細工だった鉄路「哲郎」「999」の哲郎は劇場アニメ版ではですね綺麗になってしまうっていうことになるますメジャー層を狙うということは見た目を良くするということでもあります。で おまけにです、ね、あのあ僕がですね岡崎泰子と一緒に言おうとしたのは3本マスターなんですけどす、ね、<laughs> まず、あ、もうそういうふうなことなんですねもう一つですね、流れとして大きいのは僕は韓国アイドルの登場だと思うんですけどもこのやっぱり10年5年間で一番大きい変化っていうのは日本の芸能界というか芸能ファンの間でですね韓国のアイドルというものをみんながどん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 喜んでみて認めるようになってきたと。 ということはイコール、どういうことかというと、基本的に整形手術が肯定されたということなんですね。これもね、その人がその自分の所属している文化圏とかですねクラスターによって変わってくるんですけども、まあ本当に今時の若いお姉さんたちは、びっくりするぐらい整形に関して肯定的です。そのことに関して、男性の方がまだ否定的だというのが分かっているから、あんまり口にしていないんですけども、それはもう当たり前で、まず男性の方から、 韓国アイドルに対してどん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 好意的な発言をするようになってきたのでああいうふうにですね作った美というのに対してみんなネガティブな感じを持たなくなってきたというよりはっきり言ってですね作った美しさの方がそりゃいいに決まってるというですねもう手作りのおにぎりと工場出荷のおにぎりの差みたいなもんでしょうかねそういうふうなものが出てきてるんで,です、ね、見た目を良くすることが正しいこれが圧倒的なです、ね、社会の真実になってきたんですね。 えー、ホワイト革命のキーワードの1つ目はです、ね、見た目は正しい!」なんですよ。これがまず大前提ね見た目っていうのは正しいんだ見た目がいいっていうこんなことはそれだけで価値があるし正しいんだということです。